はい、どうもジョンス TV です。今回もウィニングレブはプリン戦中継やっていきましょう。ということで今回はですね、ガチスカに入る超絶強い銀玉選手をですね、今回10名かな、紹介していこうかなというふうに思います。まあ、今回ね、銀の選手ということで、はい、今 FP が来てるんで、うん、銀の選手まで使うのかという話なんですけど、実は銀でもというか銀だけしかいないような能力値を持った強い選手っていうのもいて、はい、まあ、おもちゃ TV 的にはこの選手とか使ってもいいなと。そう、あとまあ実際に使ってて強い選手っていうのもいるんで、まあ、能力値も見てもらえばね、もちろん強い、FP 並みに強かったり、場合によってはね、FP より買いが効かない選手だったりとかもいるんで、もし知らない方いればですね、はい、まあ、有名な選手もいるんですけど、はい、知らない方いれば、まあ、一個参考になればなというふうに思うんですけど、まずは、はい。ということで、銀で結構育ててて、まあ、もし TV 育ててますね。まあ、育てきれてない場合もあるんですけれども、まあ、有名どころでいうと、まず1人目ですね、ビニシウス・ジュニオールと。いうことで前目のところだったらどこでもできて、インサイドレシーバーなんですね。インサイドレシーバーっていう、要はあの中に位置取るみたいな感じですね。そうですね、だからちょっと絞っているよっていうところで、オフェンスセンスとかはちょっと低いんだけど、やっぱり注目するところはボルコンのドリブル、ここが93、96で、検定力もね85あるんですよ、意外と。っていうところいいですね。で、ここスピード瞬発ボディコン93、97、92と。でね、根腕も5ということで、逆圧精度と頻度とかも結構高くて3なんで、まあ、結構右で蹴ったりも左で、まあ、どっちでもいけるみたいな感じで、ね、非常にね、ガチスカとかでも何回か多分最初の方とか使ってたと思う、ライブアップで良かったけど、うん、普通に。ビニシス・ジュニオールは身長177なんで、うん、ちょうどいいんですよね。俺的にネイマールが一番ドリブルしやすいと思ってるんだけど、はい、ネイマールの身長175ぐらい、うん、でね、そこら辺関係してるんじゃないかなっていうところで、ね、まあ身長ね、例えばなんかジョアン・フェリックスとかってちょっと大きいんですよ、やっぱり180センチぐらいかなっていうところでね、ちょっとね動きがね、やっぱ大雑把というか、うん、なってるんですけど、逆に低すぎる、170センチだと細かいんですけど、細かいね、当たりにね、なんか取られちゃう、弱い、あのサラーとかもそうなんだけど、175あたりがね、はい、なんか一番しっくりくるんですよ。ビニース・ジュニオールも結構177なんで、はい、かなりドリブルはね本当にしやすい、しやすいですね。はい、そしてもう一人ですね、センターバックから総合値が同じなんですよね、91ということも雷だからね、はい、にブバカル・カマラということで、この選手はね多分結構マジティビューとか見てくれてる人だとね、スカウトね、あの銀の選手誰ですかと、あ、はいはいはい、コメントいただくことあるんですが、カマラという選手で、まあ、身長178センチで、19歳と、まあ、この選手も非常に若いんですけど、まずカマラの場合はですね、まあ、これ左はポジション適正つけたんですけど、うん、左サイドバックができて、センターバックができ、さらに DMF と CMF ができるということで、うん、やれる範囲がね結構あるんで、さらにボールコントロールとかドリブルとかグランダーパスとか、これ銀とは思えないぐらいの、やっぱレベルが77ぐらいまで上がるんで、はい、まあ、ここら辺高くなってるよね。でヘディング85でね、ディフェンスエース90で、ダッシュが91で、うん、スピードが86で、瞬発87で、ボディコン85あんの、うん、だからあのもちろん足も速いから、多分理想的なのは左サイドバックかなと。で、普通にジャンプも90にあるし、スタミナもなんと90あるんですよ。で、コマン6なんで、普通に6だったらいいかな。で、マンマークインターセプトで、まあ、ビルドアップということで、続いて3人目ですね。こちらはまだ動画で紹介してないですね。メイソン・マウントということで、はい、まあ、この選手もついこの間レベマにしたんですけど、175だ、ね、そう大変なんですよ、76ということなんですけど、うん、マウントの場合はですね、まあ、OMF 適正なんで、ただ ST とか CMF、まあ、ウィングもいけるということなんですが、これ銀ですよ、85でオフェンスあって、ボールコントロール91でドリブル87で、グランドパス88で、決定力がまあ79ということでね、うん、結構ねドリブル本当にちょうどいい感じなんだよね、数値いいしね。でね、キックとかもうまくて、やっぱここなんですよね、あの瞬発とボディコンが91、90、スピードもなくなく81ということで、小回りも効きつつで、一番いいのはここと、逆圧精度頻度ともに4、そして根腕が6なんで、もう本当にね、パスめちゃくちゃうまい感じかな。グランダーパス高いしね。この選手はスキル的にはダブルタッチを、足裏コントロールを持って、足裏持ってノールックパス、あ、最高だな。でプレーメーカーなんですよ。だからプレーメーカー自身は CMF 活動とか、CMF、そうですね、だ OMF に置く場合はプレーメーカーは関係ないよね。メイソンマウントの、やれる範囲としてはほぼ関係ない
感じにはなってくるんで、オフェンスセンスもあるし、やっぱこの選手の一番の特徴はこの能力がありつつ、あの逆足が全くない両利き、ここがいいねっていうところなん で精度頻度やっぱ OMF で、あの両利きだとパスが自由自在に出せて、まあ、どちらかというと決定力はないんで、そのいろんなところにパス、うん、出したりだとか逆足でしっかり打てたりとかするのってすごい大切なんで、この選手っていうのはやっぱりすごい、うん、使い勝手がいい、確定フェイント持ってるのもすごいいいですし、うん、ということでサンデルベルガですね。この選手は多分ね、銀で一番多く使ったかもしれない。プデゴ能力値が上がってるんでしょ、ね、さらにこれ古い方なんでしょ。俺のベルガちゃん89なんですけど、うん、アップデゴ90になってるんですよ。だからベルガを使ってる時に結構コメント欄で90じゃないんですかって来たんですけど、うん、それはアップデ前のベルガ使ってるんで89なんですけど、まあレベルは71と、だ今までの選手よりはちょっと、しやすいと DMF なんですけど、まず何がすごいかっていうと、あのここなんですよね。だからアンカーなんですよ。で持ち物、このインターセプトのマンマーク で DMF にありがたいワンタッチパス、うん、でねライジングシュート持ってるんだよね。で意外とねコーナーキックからなんか弾いてきたボールをなんか DMF の選手が走ってきてシュート打つみたいなので、あのベルガが1点決めたことあるんですけど、ライジングシュート発動して、うん、結構ねえぐいシュート打つんよね。ベルガパスも最高にいいですね。そうグランダパスがまず高いと、でボールコントロールとかも結構良くて、でねディフェンスセンスとボールダッシュはまあこんなもんなんですけど、キック力がまあなお85あって、スピード瞬発ですね、ここが83、84で、フィジカルが91、193で、うん、だから要はエンゾン時より3センチ低いぐらいなんですけど、相当でかくて、で後腕6、スタミナ89と。これ1個あのポイントとしてあるんですけど、なんかそのボールダッシュとディフェンスセンス、はいはいはい、で、ボールが取れるポイントと、はいはいはい、あともう1個あの身長とフィジカルコンタクトで取る、ここね193とフィジカルコンタクトで取る場合がある、ね、どっちかっていうと身長とフィジカルコンタクトが強い方がガバッといって取れる率が高いんですよ。腰入れるよね。でもちろんディフェンスセンスボール出しっていう部分も、うん、あのすごい大切なんですけど、やっぱり背のでかさとフィジカルコンタクトがあった方が、ここ、ね、あの結構取れるっていうのが、うん、まあ、最近、うん、結構なんかあそうっぽいなみたいな感じで、もちろんねそれプラスあれば最高なんですけど、はい、ベルガだからよく取る方ですね。いやベルガはね使用感めちゃくちゃ良かったですよ、うん、続いてですね、まあ、結構ディフェンダー陣ですね、うん、アーロン・ワンビサカということで、この選手は同盟選手育成動画出してるんですけど、うん、まず身長183cm で、まあ、サンデルベルガルよりもちょっと軽く67ということになってて、やれるのはまあ右サイドバックと、であとまあ右サイドハーフとか CMF もいけるのかな、うん、一応言った感じですね。で能力値こんな感じですね、まあ、ドリブル82なんですけど、この選手はすごい尖ってるのが、ここの部分と、ディフェンスセンス86のボールダッシュ90、スピード93の瞬発92というね、このディフェンスセンスとボールダッシュがあって、スピシュンがこれだけあって、かつコンディションで8なんですよね。この8なんだよ、銀で。すごいよね。これすごいよね。銀の選手で後半8ってあんま見たことないんですけど、うん、ちなみにこの選手にもしフィジカルコンタクトがかなり高かったら最強なんですけど、うん、右サイドバックとして、まあ、ただでもこの能力だけでも、うん、まあ、すごいかな、いやすごいすごい、なかなかいいね。しかもね見てダブルタッチ持ってるんですよ。しかもインターセプトアクロバティックリレー、これめちゃめちゃありがたいですからね。ただね一つ欠点言うとスタミナなんですよ。そうですね、81なんでちょっと右サイドバックで81となるとね結構真っ赤っかになって後半持たないっていうこともあるんで、まあ、使い方によってはという感じ。そうだね、能力値はもう心配ない。はい、そしてチドジエですね。この選手も使ってる人結構いいのかな、うん、189cm とまず結構身長でかくて、まあ、67ですね。でね、センターバック右左 DMF この選手もいけるんですよ。これがまず偉いよね。そうでね、パスこのねフライパスグランドパスがまず85あって、うん、ボルコンドリブルの数値も高いので、ディフェンスセンスとボールダッシュは若干低いんだけど、ちょっとセンターバックとか後ろ見したら、うん、ただやっぱり圧倒的スピード、そして瞬発ボディコンで、フィジコンも結構あってジャンプもあるみたいな。これ189cmですね。やっぱでかいのは正規よ。でかいからで後半6なんだよね。でスタミナは87でマンマークインターセプトキャプテンして、ね、珍しい守備的サイドバックなんですよ。この選手のやっぱり一番唯一無二感があるのは守備的サイドバック。でもめちゃめちゃ多いと思いますね。ホスメインサーですね。あのまず身長ですね、190cmと。でホスメインサーは残念ながらアップデ後ちょっと弱なったというか、そう
なんかね弱くなってて、確かに瞬発とスピードやばいんですけど、これ瞬発の部分が87かな、うん、まあ、若干落とされてたかな。瞬発87ってだいぶだね、10だよね。そう10、ただスピードは変わってなかったと思います、うん、90だったと思うんで。それでも速いっすよ。で速くて、まあ、言ってたねフィジカルコンタクトよ、うん、190センチのフィジカルコンタクト93だから、多少ねディフェンスセンスとボール出しとかの数値がこれなんかちょっと一見微妙に見えるんですけど、うん、いやでも取るんすよ。結構取る。てか逆にこれでディフェンスセンスとボールダッシュがあったらただの神なんで、うん、それやばいよ。そのやっぱここの部分は多分減らしてるんですけど、うん、でも問題ないですよね。でかいから、でかくてフィジカルコンタクトでバーン当たりに行って取っちゃうんで、うん、ここら辺はね本当にスピードもあるし、後半もね6なんでね。この選手初期めっちゃ使ってたよね。そうこの選手もでもね大会とかでも見るでしょ。え見る見る、ちょこちょこ見るよ、うん、この選手使ってる人なんかねいるんですよね。でやっぱ強いんですよ。強い強い。アップデートを取るとなるとってなると思うんですけど、まあねまあ、それでも十分強いかなという感じはしますね。うん、ね。そしてね、クリントンエンジンよく使ってますね。この選手もね多分ね最初の方でめちゃめちゃ登場してると思うんですけど、うん、まあ55と一気に結構育成しやすくなってるんですけど、エンジはまず見てほしいのがですね、スパサブなんですよね。でねスパサブなのにこのプレイスタイルが面白くて、デコイランなの。スパサブでデコイランの選手って多分ね今ミュラー黒 で今おもちゃ TV がね激推してるミラー、ミュラーなの。ミラーをスパサブで使うとめちゃめちゃ臭い動きしますよっていうのを、うん、まあ、ミラー見たらねちょっと使いたくないっていう人もいたんで、はい、それだったらもうエンジ、そうエンジエンジ、あのデコイラ持ってるんで、ワンシュー持ってて、でオフェンス85で、まあ、決定力81なんですけど、まあ、そのスーパーサブ出すんで、うん、ここはいいかなという、こう見て見てというね、スピシュンがこの99、97、80、圧倒的ミラーより早いんでこの部分はめっちゃ早い。でねこの選手身長175なの、だからやっぱ身長が関係してると思うんだけどね、めちゃくちゃねあのドリブルしやすい、うん、速くて、でコンはまあ6ですね。だからまあまあまあ6あればいいかなと。結構今言ってる選手みんな後半6とかばかり。この選手のやっぱ潔いところはスタミナそんないないんでもうねそうそうそう、あ安心してスパサブだみたいな。そうそうそう、あのミラーはちょっと迷うんですよ。迷う。95あるからね。絶好調になった時に前半から出そうか後半から出そうかみたいなめちゃ迷う感じになるんですけど、エンジはもうスタミナねえからみたいな。エンジはもう振り切れるんでね。どうよこの顔も。いやもうやるでしょデコイラン、デコイラン俺は持ってるんだと思う。言ってほしいですね。顔が好き俺は、うん、はい。そしてマラングサールということで、あちょっと育てきれてないですね。ちょっとねあの今ね育てようか迷ってるっていうか、FP がちょっと終わったら育てようかなというふうに思ってるんですけど、うん、サールはちょっと、レベマのしてないんで、うん、能力ちょっと貼っとくんですけど、うん、ディフェンスセンスがですね、まあ、88、うん、でボール出しが87なんですよ。でこれに加えてねスピードが87、瞬発86ということで、どっちも同じぐらいあると。そうどっちもね同じぐらいあってね、ジャンプなんですけど、ジャンプがなんとね98になるんです。すごい飛ぶわ、ね、ジャンプ、うん、この部分が、まあ、これですでに90にあるんですけど、ジャンプは98と。で、まあ、後半が5なんですけど、ね、182センチなので、ね98飛んで多分ね右サイドバックとかに置くと相当ヘディングの競り合い勝てるんじゃないかなという、ね、感じで、うん、この選手ももちろんめちゃめちゃ当たり、ちょっと育てようかなと思って。でね、マンマーク、インターセプト、アクロバティックでプレイスタイルがないんですよ。だから多分センターバックとして使っても結構面白いと思う、サイドバックとしても面白いという。さあそして最後ですね、最後はですねこの選手も全然レベルまでできてないんですけど、まあもうこれも多分みんな知ってると思うんですけど、超有名かな、超有名だと思う。多分ギートナカーとビニシウスと同じぐらい有名、まあ、チャロフはねなんで今まで育てなかったかというと、はい、PSO でねめちゃめちゃ強いチャロフが来てるんで、まあ、それが来ないかなということでずっと待ってたということなんですけど、まあ普通に能力値的にはねやばいっす、もうやっぱ文句なしの性能なんで、まあ、普通に使うと。そうでこの選手もスパサブ、スパサブ、持ちなんでワンシュー、ね、持ってて、うん、でラインブレーカーということで、チャロフだちょっと一つだけ言っとくと、あのこれすごいのがね、スピシュンが94なともに、うん、でね、ボディコンが86でフィジコン85なの。だ要はフィジコンとボディコンがあるとマジでボール取れないんですよ結構、うん、ロナウドとかそうなんだけど、それに近いで、さらに足めっちゃ速いみたいな、でオフェンスセンス高くて蹴ってるからみたいな感じなんで、この選手も結構本当に大会とかで入れてる人とか、いや超見るねこれは、うん、見ますね。この選手は超見るわ。コストも軽いし、そう軽い。今監督のアイテムとかもそんなに別に、まあ、ゲットできる期間もありましたけど、うん、まあ、いろんな監督を上げられるかっていうと、まあ、そうでもない感じにはなってるんで、まあ、この監督使いたいなって時に、うん、まあ、コスト切り詰めなきゃいけないと、はい、言った時に、まあ、今日紹介した選手、そうですね、っていうのはコストが軽い上でなおかつすごい強い、はい、まあ、もうなんかほとんどね多分ね FP と引きを取らないぐらい強い、いや強いっすよ。で、今回紹介した選手とか、あと結構希少性がある、価値がある、うん、感じの選手たちなんで、はい、まあ、もしね、まあ、レベル上げちょっと大変なんですけど、ちょっと大変だけどね、そうなんかまあ
なんつうのスカウトとか、うん、あそこら辺頑張ってもらえれば、はい、まあ、育成することも可能っちゃ可能なのかなと思うんで ね、まあ、もし気になる選手とかいたらですね、はい、まあ、ぜひ育成してみるのもありなんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、よいしょー、さらっ、ボー。